ブレソル攻略ウィキと定期配信の紹介です。ウィキは全キャラのデータベースや星1から4のキャラがどのクエストで手に入るかを網羅しております。新ガチャに関しても適宜更新しているので、ブレソルでわからないことがあればぜひご活用ください。また毎週水曜日23時頃からブレソル1週間のまとめと共闘を YouTube とミラティブで配信中です。ブレソルの1週間の出来事をまとめ、リスナーさんからの質問に答え、レイドなどの共闘を行う放送です。あなたの疑問に即座にお答えできるので、ぜひ放送にお越しください。こんにちは、ドクターネケズです。今回はですね、皆さん缶にお困りじゃないでしょうか。動画を見ても分かるように、僕結構ね缶足りなくなることが多くて、育成いっぱいしてるとね、缶どうしても足んなくなるんですよね。で、今までは石とか賞売ってきたりとか、レイド周回してレイドメダル売りましょうっていう風に解説していたんですが、最新のブレソルにおける最大倍率の缶の格闘方法を見つけましたんで、ご紹介していきたいと思います。今まではレイドで、レイドメダルでここ例えば今2400だとこんな感じ、1、10、100、1000、万、10万、100、720万、どこですね。で、今回ニューがついてたから、ちょっとカーンもやってみっかと思って行ってみたら、いやすごいことになってました。さあ、事前にグループメンバーの浩平さん打ち合わせしまして、まずミニーニャがもともと缶ドロップ 100% アップのところに、ボーナスアビリティで 17% を加えました。そして、アクセサリーで、星5プラスの、時計 30% で、ここで 20%、 これ50で 65% アップで、こちら、最新の浮竹さん 30% アップの 17%、 17%、これで最大間 246% アップになります。それが全員 246% アップで、いってみるとどうなるか見ていきましょう。別にもうここは敵が強いわけではないので、サクサクっといけちゃいます。でしかもここにボムもあるんで、サクサクいけちゃいます。さあ、 246%×4、 満喫バスで6枚割りすると、4292万6532手に入ります。4292万、あらかじめ計算しました。レイドメダル換算だと1万4000個分、厳密にいくつだっけな、ツイートして覚えてないんだけども、これじゃないな、あ、自分のツイートが多い。ちょっと待ってください。14,308個分。レイドメダル。たまらんですね。これはね、この4292万6532は固定ですね。何回やってもこの値でした。
いや、めちゃくちゃ美味しいんですよね。おかげで僕は、今缶が66,743万6,062になりました。いや、当分困んないでしょ。どれぐらいの育成ができるか計算してないですけども、当分缶には俺困んないと思うよ、もうこれで。あー、石を売ってきますみたいなことがなくなったと思います。はい、マジね、缶困ったらここ一発行くといいと思う。とりあえず、この最大倍率の 246% でなくとも、200%オーバーとかで集められれば、上等じゃないかなと。で、ポイントとしては、ミニーニャが 100% アップなんで、ミニーニャに、星5プラスの、時計つけて、で、浮きたけなければ 17% でもいいと思います。それで、いくつになるかな、まあ、これがなかったとして、鎖効果の缶アップにして、これだったらまあできる範囲じゃん。で、ここも属性不一致で構わんから、ソウル特性で缶アップにして 17%、 そうすると 223% となりますんで、 200% 超えてれば上等じゃないかなと思います。ぜひともね、試してください。もうこれで缶には困りませんという、最新の缶獲得情報でした。ぜひご活用ください。以上、ドクターネックでした。お疲れ様でした。